欧州さんがここで来た時はおっしゃったのは、自分はブルガリア残念ながら現役だったんで、うん、行けなくて日本で収録しましたって言ってましたけど、はい、さ、はい、玉飛鳥も勝ち越しかかった一番ですね、うん、玉飛鳥でも5月場所は負けたことないんですよね。勝ち越し率 100% ですからね、すごいですね、勝ち越した今まで現役中すごいですね、現役全部勝ち越した。必ず番付を上げて名古屋地元に帰ってます。ああ、そういうことね。負けに大体の幕の内に戻ること多いですよね。すごいですね、 100% ですからね。